JRKB ライブ 2019To be or not to be を4月8日新宿ロフトで開催いたします。よろしく。2019年 JRKB はですね、今年2回しかワンマンライブをやりません。はい、その1回目のライブが新宿ロフト。 JRKB が最初に2005年、この2005年にライブをやった思い出のライブハウス、はい、まあ、初めてですか、ね、初めてですね、初めてやった場所、はい、そうですね、はい、まあ、僕たちもいろんな思いを抱えてこの4月8日新宿ロフトの、ステージに立ちたいと思います。で、何よりももう本当今年は2回しかワンマンライブやりませんから、やれないんじゃない、やらないんです、やらないんです、そこです。そのうちの1回が4月8日にありますので、はい、ぜひ皆さん 4月8日新宿ロフトで僕たちは待ってますので、はい、必ず遊びに来てください。お願いします。